今日は2013年7月24日長崎県の雲仙、そこの宮崎旅館というところに泊まっています。宮崎旅館っていうんだけども、結構立派な旅館ですよこれ。そこにね、長崎県私立幼稚園連合会の方で泊めていただいたんですけども、これトイレ洗面台があります。でここを開けるとこうトイレがあるんだよね。すごいよ。トイレ、トイレと風呂一緒じゃないもんね。それでこっちを今度こう開けるとこれ風呂ですよ。まあ今1階のあの大浴場に入ってきたんで、ここはまあ使わないことになると思うので、温泉に来てね、ここ入ったんで、ちょっとあまり今惨めだからね、こう素晴らしいよ。もうほんとトイレと風呂が一緒になってるあのホテルとはビジネスホテルとはちょっと違うね、やっぱりね。すごいですよこれ。こういう感じの部屋ですよこれ。この感じ、ポットもあるし、回る時計も置いてあるしね。え、これ何畳あるんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10畳間ですよ。こっちが10畳間で、こっちにほら応接間までついてるんです。応接間までついてるんですよ。これ4人あるってことは、これ本当は4人部屋なのかな。これ泊まったご婦人用の兄弟までついてますよ。すごいですね。この掛け軸は何と書いてありますか。仙山なんとか岳雲重長。重長でいいのか、頂上っていうのかな。窓の外、今はもうそろそろ6時になるんですけど、まだ外明かりがありますね。見えますか、先ほど私通ってきた地獄谷です。地獄谷が広がっております。まあ昔はこれもホテルからすぐに地獄谷に出られたっていうことでよかったんでしょうね。向こうに九州ホテルってのありますよ。九州ホテル、これが雲仙です。雲仙は高いところにあるから少し涼しいですよって言われたけれども、結構暑かったね今日は。いや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 。以上、雲仙温泉宮崎旅館からの中継でした。終わります。こちらから見た部屋の様子も、ここで今日私一人で寝るんで、なんか寂しくない？寂しくないわな。以上でした。